吹奏楽相談室のコーナー、イエーイ。前回に募集しました皆さんからの吹奏楽限定の質問の動画にて、相談事のようなコメントに対してですね、僕なりの意見で答えていくコーナーでございます。本当にね、これに関してはね、僕の意見なんで、結構ひねくれた回答とか、お前何言ってんだよっていう意見がねたくさんあると思うんですけれども、それも承知の上で見ていただければと思います。早速回答していきたいと思います。現高2の元吹部なのですが、高1の時に部員と喧嘩して辞めてしまって吹奏楽がしたいんです。どうすればいいですか？楽団は厳しいです。友達同士のトラブルで辞めるっていう人は結構いらっしゃるみたいで、まあ辞めてからね後悔してますっていう人もね結構 LINE のメッセージでもいただくんですよ。一番はその人と仲良くできればね、仲直りができれば一番いいんですけれども、どのリスクを取るかですよね。友達と仲良くないまま、そのままでも大好きな吹奏楽を続けるのか、もうあいつとは喧嘩したからもう一緒にやりたくない、でもやりたい、でもやっぱりダメだって言って諦めてしまうのか、結局自分がどっちを選択して後悔しないかだと思います。後悔しない方を選んだらいいと思います。しかも今現高校2年生だから、学生でできる吹奏楽って本当にもうあとちょっとしかないと思うんですよ。学生生活だからできるこそね、吹奏楽の活動っていうのもあると思うんで、そこはねやっぱり僕は後悔してほしくないです。一番は仲直りして、そのまま吹奏楽に入ってまたやるっていう感じですけれども、自分が後悔しない方を選択した方がいいと思います。新入部員の勧誘方法を教えてください。あと初心者への指導方法を教えてください。お願いします。待って、これ俺質問コーナーで答えたっけ？ちょっと覚えてない、重複してたらごめんね。新入部員の勧誘方法に関しては本当にこれって正解がないと思うんですよね。いかに新入生、新しい1年生がどれだけ吹奏楽というものに惹かれるかだと思うんですよ。そこで大事になってくるのって結局演奏力というか、音楽でどれだけみんなの心をねわしづかみできるかだと思います。かっこいい楽器のソロを見せたりだとか、みんなが踊ってね演出したりとか、そういう工夫を凝らさないとやっぱり引きつけることって難しいんじゃないのかなって思います。でも一番は吹奏楽部だから絶対音でね伝えられればいいと思いますよ。あと初心者への指導方法なんだけど、自分がまあ初心者として初めて吹奏楽に入った時、その時に先輩からどう教わったのか、その教わり方をそのまま教えてあげればいいと思う。それをベースに自分が経験してきたこととか、あとは学んできたこととかをかぶせていって教えてあげたらいいと思いますよ。僕たちの部活には男子が 1,2 年含めて3人います。僕は同学年の子と付き合って半年くらいになるのですが、もう一人の同学年の男子が僕の彼女に積極的に話しかけていって狙っているんじゃないかと思ってしまって、その子は俺ととても仲が良く信用したいのですが、積極的に話しかけられると信用しようにもできません。僕は彼女のことが本当に好きなのですが、どうしたらよいでしょうか？おお、吹奏楽×恋愛、面白い話。でも面白くないよ、これは本気で悩んでんだから。それ思い出したらキリないんですよ。毎回言ってるんだけど、吹奏楽というか部内恋愛の大変なところってそこなんですよ。だってさ、吹奏楽に限らず部活ってさ、絶対男女でさ関わりがあるんだから、男子が女子に話しかけていったり、女子が男子に話しかけていったりっていうのは絶対あるんだよ、避けれないんだよ。これはそれを分かった上で付き合ってるんだから、これは我慢するべきですよ。その男の子が彼女のこと好きかどうかは別として、というか分からないけれども、それ疑い出したらね本当にキリがなくなると思うんですよ。どっかでね妥協しないといけないですよ。これは、信用したいんだけど信用できませんっていうのは、これは人間だからしょうがないと思いますよ。人間ね、本当に信用できる人ってねあんまりいないと思う。どんなに仲いい人でも必ずねどっか疑う部分ってあると思うんだよね。信用できない部分って絶対あるから、それが今回これだと思うんだけど、一応ね部活やってる上では信じてあげてください。本当に心配なら彼女にね惹かれるような何かをしてあげるべきですよ。他の男に取られないような努力をするべきですよ。恋愛相談になってるぞ。